日本のビールでは日本で製造を及び輸入されるビールの概要について記す。日本のビールは主にアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社の主要ビールメーカーで製造されており、アルコール度数が約5.0%の単色のラガーを主に生産している。ピルスナースタイルのラガーは日本で最も一般的に生産されるビールスタイルである。一方、 発泡酒と呼ばれる、モルトの含有量が少ないビールテイスト飲料の飲料も市場を占めている。発泡酒は大幅に税金が下がる。1994年の規制緩和以降、マイクロブルワリーの人気が高まっており、クラフトマンシップ、品質、そして和食に合うなどの求められている、様々なスタイルのビールを提供している。日本の大都市では、ビールバーや、 パブも人気が高まっているが、東京や大阪などの都市では、地元やアメリカのビールを中心とした非常に活気のあるクラフトビールバーがある。2014年後半、キリンビールは完全子会社、スプリングバレーブルーリーを設立し、クラフトビール部門への参入を発表した。東京の代官大館山と横浜の生麦の2カ所に醸造所がある。 これらはどちらも2015年に正式に開業した。日本の文献でビールの子が確認できる最古のものはオランダ通詞を務めた今村一兵と名村五兵が書き残したオランダ文答である。オランダ人の小官庁から献上されたビール、ヒールを飲んだ胸が記されており、ことの管式、何の味は、ひもむと感想が述べられている。この後、 蘭学者の大月玄卓の著作、蘭節弁、枠や蘭学院の杉田玄博の著作、オランダ医学問答にビールを紹介する文が確認できる。1798年に完成した森島中らによるオランダ語語一衆、ルイジュ公モ語訳では、オランダ語、ビアをビールビールと記している。このほか、ヘンドリック・ドゥーフが幕府の求めで編集を始めた蘭日辞典。 ドゥーフハルマやオランダ時にはビールの要例が多数掲載され、ハルマー界ではビールとして記載されている。以後、西洋移色獣ではビール表記であり、明治初期の新聞表記もビールの表記が多かった。明治後期にビアホールが出現したことで、英語、ビアからビーヤと呼ばれるも呼ばれる事例も見受けられるようになり、日本初の外来語辞典、博来語便乱にはビール、 ビーヤ、ビーヤが立候されている。最も一般的な故障はビールであったようで、それは今日まで続いている。日本におけるビール醸造が確認できる最古の文献はヘンドリック・ドゥーフがオランダ帰国後に表した日本海藻録でノエル・ショメルの日曜百科事典を参考にして、白ビールの味のする液体を作ったことが書かれている。ただし、発酵が十分ではなく、 またホップも入手できなかったために使用されていない。高野町営の著作、急行に物つには、急行作物としての和瀬のそばの調理例として、ビールの醸造法が記してあり、翻訳物以外では、初めての記述となる。高野が実際に醸造を行っていたのかどうかは、はっきりしていない。確認ができている範囲で、日本人で初めてビールを醸造したのは、川本美雪民である。 八百五十三年頃、川本は自宅でビールの醸造実験を行ったと言われており、草原寺境内で、桂心を、大村松次郎、橋本さないといった人物を招いて醸造したビールの試飲会を行ったとも言われている。八百六十九年には、日本で最初のビール醸造所となる、ジャパン横浜ブジュワリーが、アメリカ人のジーローゼンフェルトとドイツ人技師の E、 ビーガントによって横浜の外国人居留地に設立されている。1870年にはノルウェー系アメリカ人一種ウィリアム・コープランドがスプリングバレー・ブルワリーを横浜の外国人居留地に設立している。スプリングバレー・ブルワリーは後にキリンビールとなる。またコープランドは工場隣接の自宅を改装し外国人居留者と外国船の船員向けに スプリングバレービアガーデンを開設している。日本初のビアガーデンといえる。1872年には大阪市で渋谷昭三郎が渋谷ビールを醸造販売する。日本人としては初めての本格的なビール醸造販売業者である。なお、渋谷ビールは渋谷がなくなった1881年に製造を終了している。以後、山梨県甲府市の商家。 11屋を営む野口、正明の三通六ビール、保坂森之助の北方ビール、清水谷商会の桜田ビールといった具合に販売が相次ぐ。この頃参入した業者は個人業者が多く、醸造が手軽なイギリス風のビールを生産する傾向が強かった。1876年には開拓市が北海道札幌市に札幌ビール醸造所を設立し、 冷製札幌ビールの製造、販売を行うようになった。日本人による初のブルワリーである。札幌ビール醸造所は後に札幌ビールとなる。初期には輸入ビールの量が制裁口より多かったが、1887年、五郎ピークとして輸入量は減少し、大手資本がビール生産に参入するようになった。1885年には巨流民によって、 ジャパンブルワリー。1887年には丸3ビール。1888年には札幌ビール醸造所を大倉組が買収し、札幌ビール株式会社を設立。1889年には大阪ビール株式会社。1893年には日本ビールが成立している。これら戦前期を代表することになる新規参入の4社は、 いずれもドイツ系のビールを生産しており、日本のビールはドイツ系ビール一式となった。一方で、個人事業主は大規模な生産体制を構築することができず、多くが撤退に追い込まれている。1906年には、ビール産業を外国に対抗できるものにしようとする、清浦慶吾の商務大臣の強い働きかけによって、日本ビール、札幌ビール、大阪ビールは合同し、 第2本ビールが成立した。第一次世界大戦でアメリカ合衆国はヨーロッパ各国からのビールの輸入を断たれたことで日本をはじめ東南アジアやインドで醸造されたビールを大量に輸入するようになった。1913年と比較して第一次世界大戦が終戦となる1918年には日本のビールの輸出量は222倍にも上り日本で醸造される。 ビールの25%が輸出に充てられていた。1920年にはアメリカで禁酒法が施行されることになり、これに伴ってアメリカ国内で不要となったビール醸造機械を買い取って日本に運ぶことで新たなビール会社の設立が相次いだ。横浜市鶴見区の日英醸造、仙台市の東洋醸造が代表例として挙げられる。1939年、 日本のビール製造量が第二次世界大戦前のピークに達するが、同年9月18日に物価停止令による販売価格の固定化、続いて1943年に製品の規格が統一化されて、戦後1949年までブランドが消滅する時代が続いた。1949年には大日本ビールがアサヒビールと日本ビールに分割され、 キリンビールとの三者体制になった。1957年に醸造用アルコール生産工が日本2位に成長していた宝酒造が宝ビールの販売を開始するが三者化線状態もあって酒問屋に宝ビールの取り扱いを断られたこともあり販路拡大に失敗。1967年にはビール醸造から撤退した。 1959年には沖縄県でオリオンビールが生産を開始する。1963年にはサントリーがビール製造を開始している。1967年にサントリーが熱処理をせず、酵母菌を除去したビール、スミオを発売。熱処理をしないビールイコール製ビールが日本において人気商品となっていく。百六十八年には アサヒビールが熱処理をせず、酵母菌が入った状態のビールである本賞を発売。酵母菌の有無をめぐって生ビール論争が起きることになる。この論争は、1979年に厚生取引委員会が生ビールドラフトビールを熱処理をしない、ビールのすべてと定義して公示したことで、サントリーの主張を認めた形で集結した。 1980年代中盤頃の朝日ビールは、夕日ビールと揶揄されるくらいに業績が低迷していた。当時は苦味のあるラガースタイルが日本のビールの主流であったところに、朝日は爆芽量を減らしコーンスターチなどの復元量の比重を増やすことで発酵度を高めアルコール度数を高くした朝日スーパードライを開発。 1987年に発売を開始する。従来のアサヒビールもコクがあってキレもあるとの評価だったが、その評価をさらに推し進め、キレに徹した商品であった。地域限定で発売されたスーパードライはすぐに全国展開される。スーパードライの初年度売り上げは1350万箱とビールの新製品の売り上げ記録を更新することになった。 スーパードライのヒットによって、アサヒビールの業績は回復する。また、1988年より、他社もスーパードライに類似した商品を発売し、ドライ戦争と呼ばれることになる販売競争が始まった。ドライ戦争の挑戦の結果、ビール市場全体も拡大しており、スーパードライ発売前となる1986年と1990年を比較した場合、 市場は32%拡大をした。日本で酒にかける税金の発祥は室町時代とも言われている。江戸時代には酒株として醸造の免許税のような仕組みが存在した。明治時代になると1873年の地祖改正によって種類税が制定された。しかし、種類税の対象は清酒のみであり、ビールは課税対象外であった。 1901年にビール税が制定される。これは前年の義和団の乱を受けての軍備増強が目的であったとされる。当時、酒税総額は地祖の総額を超えており、国税で最も大きな税収であった。地主の数よりも醸造業者数は圧倒的に少なく、地層を増税するよりも酒税の増税の方が安易だったことも影響していると見られている。 この課税によって、日本国内の小規模醸造業者は淘汰され、ビール業界の再編が行われることになった。1940年に、酒税法が制定され、1953年に全部、改正され、酒税法が制定された。1975年から1985年に、ビールに対する酒税は4回の増税がされている。 1988年の消費税法によって、販売時には一般消費税も課税されるようになった。以降、二重課税の状態が続いている。1997年に消費税率の引上げが行われた際には、イギリスなどからの圧力もあって、ウイスキーの酒税は減税となったが、ビールの酒税は末え置かれた。日本の酒税の中でもビールは、税負担が、 最も重い。国際的に見ても、日本のビールにかかる、酒税率は高水準である。これは、冷蔵庫が普及する昭和30年代以前において、ビールとは、白来の高級酒で、富裕層が料理店で飲むものであり、贅沢な嗜好品という、見なされ方をしていたためである。平成に入ると、酒税のうちで、ビールによる税収が8割を占めるようになった。それでも、 ビール販売価格のうちの酒税割合が明らかではないこと、車用接待で飲んで、経費で落とすのが普通であることもあって、日本の消費者の反発が高まることもない。こういった不合理とも言える高い税率に対抗するため、日本のビールメーカーは発泡酒を開発することになる。日本の爆買飲料の種類は、日本の課税制度のため、ビールと発泡酒の2種類に分類される。 この区別は、穀物添加物と比較して使用される爆芽の量に基づいて行われる。低爆芽醸造酒に由来する、発泡酒という用語がある。日本の規制では、爆芽が67%未満である醸造酒はビールの名称を使用するのを禁じている。2004年以来、日本の醸造所では、ビールや発泡酒の分類に合わない大豆や、 その他の原料から作られたより低税金の被爆菓子を生産してきた。第三のビールと呼ばれているが、公式にはその他の醸造種またはリキュールに分類されている。日本では種税法によってビールを一家のように定義されている。このようにビールの規定は各国の法律に基づくものであり、ドイツならビール純水令がこれに当たる。例えば米を クガの1、2以下で使用したものは日本では上述の定義によってビールを名乗れるが、ドイツに輸出した場合はビールを名乗れない。同様に、ベルギーで醸造されたビールの中には副材料に蒸気以外の原料、分量で使用されていることがあるため、日本に輸入した場合は発泡酒扱いになることもある。また、日本の種類製造免許はビールと発泡酒で別免許であるため、 蒸気、ビールの規定を満たしていても、ビール醸造免許がなく、発泡酒扱いで販売しているメーカーも存在している。2018年4月に、酒税法が改正され、以下のように規制が緩和された。生ビールの定義日本では1979年に、厚生取引委員会が、熱処理をしない、ビールのすべてと生ビールドラフトビールの定義を講示している。 黒ビールの定義日本では、ビールの表示に関する構成競争規約及び思考規則において、黒ビールの定義を講示している。日本のコンビニエンスストアのビール売り場ビールやビールテイスト飲料の発泡酒は日本で最も人気のあるアルコール飲料であり、2006年に消費されたアルコールの90億リットルのほぼ3分の2を占めている。 二千十二年の日本の国内総消費量は千八百三十七三百万キロリットルで世界のビール市場は約五点五五百万キロリットルであった日本のビール総消費量の統計はビールのような低爆がビールと爆がビールも含まれている日本人の一人当たりビール消費量で見ると日本は消費者が享受する多様なアルコール飲料市場とノンアルコール飲料市場を 反映して2014年に51位42.6リットルであった。人口統計的要因として若年層の消費者がそれ以上の年代の世代よりもビールの消費量が少なく予測可能な将来にわたって日本における大量消費ビール製品の販売を引き続き押し下げると見込まれている。2013年の出荷量は1992年の 市場ピーク時の20%を上回る4億3357万ケースだった。しかし、国内のビール消費量の1%未満を占める地元産のクラフトビールやプレミアムビールについては市場規模は拡大し続けている。市場データによると2012年の最初の8ヶ月間では国内のビールの出荷は7.7%増加し、 日本最大の醸造業者の売上は前年比で減少した。2014年1月現在、市場シェア38%をアサヒビールが占めていて、日本の4大ビールメーカーの中で最大であり、キリンビールが35%、サントリーが15%を占めている。ビール大手5社が2019年1月16日、発表した2018年のビール系飲料の 総出荷量は3億9390万ケースで14年連続で減少。1992年の公表開始以来の最低。内訳はビールが5.2%減、発泡酒は8.8%減、第3のビールは3.7%増。社ごとの市場占有率は1位アサヒビール37.4%、2位キリンビール34.4%、 三位、サントリービール十六点零16.0%。4位、サッポロビール十一点四パーセント、五位、オリオンビール零点九パーセ0.9%。朝日ビールキリンビール、サッポロビールサントリービールオリオンビール。日本の多くの醸造所では、季節のビールを提供している。例えば、秋のビールは、より高いアルコール含量で醸造され、朝日スーパードライの一般的な五パーセントに対して六パーセントで、 ある。キリンの秋味秋味ビールでは、ビール缶は秋の葉の絵で装飾されており、ビールは鍋料理で飲むのに適していると宣伝されている。同様に冬には、冬物語のようなビールが販売される。1994年、日本の厳しい税法が緩和された。以前は、醸造所は年間少なくとも200万リットルを生産しなければ、 ビール醸造免許を取得することができなかったが、緩和後は、ビール免許の場合は、年間6万リットル、発泡酒免許の場合は、年間6000リットルで小規模醸造所が許可される。緩和直後から、日本全土に小規模な醸造所がいくつも設立され、こういった小さな醸造所で醸造されるビールは、地酒の後から派生して、地ビールと呼ばれ、ブームが起きた。しかし、 醸造されるチビールの品質にバラつきが見られ、やがてブームは落ち着いていった。低価格の発泡酒の人気が高まるのと相まって、チビールは高くてまずいという認識が消費者に広まり、初期の醸造所の多くは廃業していった。その後、チビールは観光客を誘致するための客引きの一つとして利用され、観光の際に一度は飲んでみるものの、 継続的な消費にはつながらない状態が続いた。そんな中でも、少数のチビール愛好者によって支えられ、2010年頃より、チビールを提供する店は、次第に増えていった。東京の六本木や渋谷にオープンした店が、若者、カップル、女性にヒットし、SNS を利用して、ビール生産者が思いを伝えるなど、チビールにこだわる人の緩やかなネットワークが構築され、 育っていった。2014年には、キリンが、スプリングバレーブルワリーを設立し、チビールに参入する。2015年には続いて、アサヒ、サントリー、札幌と、日本国内の4大ビールメーカーが、本格参入を発表したことから、チビールを、クラフトビールと呼ぶような第二次ブームが流盛する。国税庁による、チビール醸造免許上の推移を見ると年時点では、 日本国内に180のマイクロブルワリーがある。今日、東京、大阪、名古屋、横浜で毎年開催されるジャパンビアフェスティバルシリーズをはじめ、日本全土で開催されている地元産の小規模なフェスティバルが増えている。また、日本ビール協会がジャパンビアカップを競技団体である日本ビールサポートが毎年日本ビール祭を開催している。 1994年の酒税法改正後のビール、醸造免許取得の第1号は、オホーツクビール。開業第1号が1995年2月の、エチゴビールとなる。また、梅西木三線もビール醸造内免許は1994年6月に取得しているが、本免許の取得は1995年になってからで、あった。 札幌ビールの自動販売機リストランやバー以外でも日本のビールはスーパーマーケット、コンビニエンスストア、駅のキオスクなど様々な店舗で購入できる。屋外の自動販売機で販売されることもあるが21世紀に入ってからは種類の自動販売機は全体的に減少傾向にある。日本の法的飲酒年齢は20歳である。飲酒文化の面では スポーツチームや仕事の後の企業の飲み会などでグループの一員として飲まれている。イベント、夏の祭り、春の花見などで公然と飲酒するなどの例外はあるが、社会的大会での路上でのアルコール消費や、普通の通勤電車では通常飲酒しない。日本は、アルコールの飲酒後または飲酒中に、自動車の運転や自転車に乗ることに対して、非常に厳しい法律を制定している。罰金。 ケーキ、その他の罰則は種類を供給した人にも適用される。また飲酒した運転手と同乗していた人にも適用される。日本の市場に出回っているアルコール飲料の7割がビールであり、また、とりあえずビールという慣用句が生まれているように、日本においては宴会などでの飲まれる酒としてはビールの人気が高い。他のアルコール飲料に比べると、 アルコール度数が低いこと、宴会では大きなジョッキが見た目にも盛り上がっている雰囲気を醸し出すからではないかと推測する向きもある。日本の商業醸造及びビール製品は世界中に輸出されているか、または免許を受けて現地で生産され多くの海外市場に流通している。アメリカ合衆国では4つの主要な日本のブランドのうちの3つが販売されている。 札幌ドラフト、キリン一番絞り、アサヒスーパードライがある。アサヒビールはカナダのモルソンで生産している。キリンビールはバージニア州ウィリアムズバーグとロサンゼルスのアンハイザー、ブッシュの施設で生産している。サントリーのビールは販売していない。沖縄県から輸出しているオリオンビールもある。ブランドごとに販売可能な製品は個々の州の種類法によって異なり。 一部のビールはいくつかの場所で販売可能だが他のビールは販売できないこともある。例えば、オクラホマ州ではアサヒスーパードライ、サッポロビール、オリオンビールが販売可能だがテキサスではキリン一番搾りが販売可能である。多くの日本のビールメーカーは現在、北米、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポール、香港に輸出している。九百四十年。 東京市内のビアホール、カフェにおいて生ビールの泡が多すぎることが経済警察などから指摘があり、泡をビールとして販売することが国家総動員法違反の恐れがあるとしてビアホール3社を相手とした訴訟が発生した。東京区裁判所で行われた裁判では坂口金一郎が官邸に呼ばれ泡を液体に戻した場合、アルコール、糖分、タンパク質など 元のビールより濃くなると証明を行った。このため、1942年9月には、ビールの泡もビールと認めるという判決が下された。また、この裁判の際に、坂口は、泡の量は、全体の15%から30%が適当で、あると証言も残している。ありがとうございます。